注意、うんたらかんたらいかやく。それではゆっくりしていってね。1939年9月1日、ドイツ軍はポーランドに宣戦布告。英仏がドイツに宣戦布告を行い、第二次世界大戦が勃発。一方、独仏国境では戦闘はあまり起きず、奇妙な戦争と呼ばれる状態だった。が、ドイツ軍はその静寂を破り、1940年5月10日、道路を通過しフランスへ侵攻。電撃的な侵攻にフランスは敗北を重ね、1940年6月14日にパリが陥落。この絶望的な戦況の中、内閣は戦争継続か休戦かで対立したんだ。ポール・レノー首相は政府をアフリカに移し徹底抗戦を主張。一方、ペタンやベガンら軍人はそんな戦力はないと休戦を主張。軍人たちの主張に軍官たちも染められ、結局休戦派が勝利。レノー首相は辞任し、休戦派のペタン政権が発足したよ。シャルル・ド・ゴールはただの一人の公人も休戦に反対の声を上げなかったと回想録に記している通り、休戦派が多数を占めていたからこそ休戦派が勝利したんだ。戦略的には徹底抗戦の方が良かったかもしれないけど、少なくとも多くの人はそれを望まなかった。多くの人はフランスを破ったドイツ軍に対し、イギリスが戦いを続けられると思っておらず、もう少しで講和会議が開催されると思っていた。なら徹底抗戦するよりもさっさと和平を求めた方がマシだと考えたんだ。要するに戦争は終わり、ドイツが勝ったという過程が受け入れられていたんだ。しかし戦争は長期化、この見通しは大きく裏目に出ることになったよ。7月10日、BC で開かれた両院合同の国民議会によってペタンへの全権受権を議決。賛成569票、反対80票、棄権17票という圧倒的大差だったよ。ちなみに左派である90人の社会党議員も賛成票を投じているため、ドイツみたいな反対者パージをやっていない点には留意してね。こうして国民の支持の中、第三共和制は葬られることになったんだ。では民衆はこのような動きをどう思っていたのか。この頃目の前で第三共和制が崩壊しつつあり、フランスは未曽有の混乱に陥っていた。そのため秩序をもたらしてくれれば独裁でも何でも支持する心境だったんだ。フランスの小説家であるアンドレ・ジットは、もしドイツの支配が生活を豊かにすることを保証するなら、フランス人の10人に9人はそれを感受するだろうと述べているよ。つまりフランス人は秩序を求めており、ペタンに対する大きな支持につながったんだ。また敗戦によって打ちのめされたフランス人は過去の栄光を思い起こした。ペタンは第一次世界大戦でのベルダンの戦いにおける英雄であり、大戦を勝利に導いた人物。そのためペタンは神話化し、敗戦のショックによりぽっかり空いた心の穴を埋めることができた。そんなこともあってペタンは右派左派問わず幅広い支持を得ることができたんだ。実際に人民戦線政府の空軍大臣を務めていたピエール・コットはペタンを共和派の将軍であったと論じたよ。次に、今回の話でペタンの次に重要な人物となるピエール・ラバルについて。ラバルはもともと左派の弁護士で、左派社会党として政界に入ったんだけど右傾化。そのため政治スタンスがよくわからないと言われ、オポチュニストだのコウモリだのという評判だったよ。ただ平和主義者という点では一貫してたけどね。ラバルは兄と妻の兄を先の大戦で失ってるため、それが影響したのかもしれない。大臣や首相を務めていたものの、1936年の選挙で議席を失っており、そんな状態で休戦を迎えたんだ。で、復讐に燃えるドイツが提示した休戦協定は尋常じゃないレベルで過酷なものだった。まずフランスは武装解除され、150万人の捕虜がドイツに留め置かれた。またフランスは占領地区、併合地区、ビシーを首都とした自由地区に3分割。しかも自由な往来は禁止され、ビシー政権の閣僚ですらドイツ軍の許可がなければ往来ができなかったんだ。ただとりあえずフランスは主権国家としての地位を守ることができた。また休戦監視軍として10万の陸軍兵力と以前からある海軍力の存続が認められたよ。ここで話を戻して、7月11日にペタンは大統領職を廃止し国家主席に就任。議会は休会。一応翌年の1941年1月には議会の代わりとして国民評議会が設けられたものの、これは諮問機関にとどまったんだ。また新政府の大臣はペタンにのみ責任を負う形が取られた。1940年10月には県議会を廃止し、任命制の行政委員会を設置。これは市町村にも拡大され、地方自治も葬られていったんだ。こうしてフランスの民主主義は失われ、権威主義的体制へと変貌していったよ。この動きに対し、フランスの敗北を認めないド・ゴールら自由フランスという勢力があったものの、ほとんどのフランス人はペタンの方を支持しており、ド・ゴールに呼応した行為の人物はほとんどおらず、いても定位の人物が多かった。ド・ゴールに馳せ参じた陸軍上級将校はなんとわずか3人、海軍提督になるとなんとわずか1人、地
本的には新体制から排除された人物もしくは海外植民地にいた人物が合流したものの必ずしもそうとは限らない。少なくとも最初は新体制から排除された人物でも自由フランス側に合流したのはほとんどいなかったし、海外植民地にいた、つまり自発的な合流が簡単な人たちもそうはしなかった。後述するメルセル・ケビール海戦によって海軍から加わる人はさらに減少。イギリスにいた500人の将校と1万8000人のうちドゴールに加わったのは50人の将校と200人の水兵だけというひどいありさま。結局1940年7月時点のドゴール派はわずか7000。その大部分は赤道アフリカの兵士や官僚で多かれ少なかれ意識せずして加わった人たちになるよ。そういうわけで誰がどう見てもペタンラのビシー政権の方に正当性があったため枢軸国はもちろんアメリカやソ連といった国からも承認されたんだ。ではビシー政権は一体どんな勢力で構成されていたのか。それは第三共和制で遠ざけられていた勢力。カトリック教会や保守派、極右はもちろん左翼政党や労組出身者という雑多な勢力が混在。王党派の伝統主義者に左翼的なサンディカリスト、近代化論者のテクノクラートとイデオロギーの闇鍋みたいな体制だったんだ。こんな闇鍋状態なためビシー政権には共和制の生産という点では一致していても求めるビジョンはバッタバラ。特に経済面では農業重視の伝統主義者と工業重視の近代主義者という対立があって調整は難しいものだったよ。ただ共和制の生産という一致点はあったため麻痺はしなかったけどね。ビシー派の目標は二つ。一つ目は共和的秩序を一掃し社会改造を目指すこと。ビシー派にとって敗北の責任は第三共和制にあったからね。二つ目はドイツに協力しフランスの置かれた状況を改善させドイツ中心の欧州新秩序の中でフランスの地位を確保すること。この目標から国民革命と対独協力が生まれたんだ。まずは国民革命から見ていこう。ペタンはフランスが負けた理由を道徳的弱さに求めたんだ。ペタンは議会制を無能で無責任な数から生まれた権威として否定。議会共和制を一掃するため国民革命を提唱したんだ。ペタンの目指した国家体制は権威主義的で議会制を持つ国家だよ。ただしこれは保守的なフランス右翼の思想と同じであって疑似革命性を持つファシズムではないという点。あとドイツから押し付けられたものではないという点には留意してね。またペタンは自由平等博愛のスローガンを変えて代わりに労働家族祖国のスローガンを掲げた。そしてスローガン通り青年と家族と労働という3つの回路を通して国民革命の思想が伝えられたよ。ビシー政権は青少年庁を設置し宗教教育が復活。伝統的価値を教えることが求められたんだ。国民革命のモラルはカトリックに求められたからね。ペタンは反キリスト教的教育がフランスを解体させたと認識していたんだ。なお宗教教育の復活はあまりうまくはいかず、対独協力主義者は反強権的であり宗教の過度な強調は許しがたいものであったんだ。そんなこともあって1941年3月には宗教教育は自由科目となりしかも校舎の外で教えなければならなくなかった。こんな感じで教育にキリスト教を再導入する試みは失敗に終わったよ。またビシー政権は新秩序の奉仕者として青年を動員しようとした。体育や道徳的教育、徒弟的訓練を課したものの青年たちの不満は大きく、反ドイツに染まり始めたためこちらもあまり成果を上げられなかったよ。次に家族について、ペタンや教会は社会の基礎は家庭であると見ていたんだ。そういうわけで共和制下における高い離婚率と低い出生率は家族制度の衰退とみなされた。また低出生率はフランスの敗戦原因とみなされこれをなんとかすべく出生率の向上を目指したよ。産めよ増やせよの大号令を発して養育手当の支給、結婚後2年間は離婚禁止、堕胎罪には死刑と相次いで法改正を実施。実際に堕胎を受け負っていた女性が国家反逆罪で死刑となった事件が起きたりしたよ。また主婦の役割と母性が強調され女性の義務は家庭の育児と家族の世話にあるとされたんだ。ただこれらの政策は戦前の第三共和制から続く人口政策の延長線上にあるという点には留意してね。次に労使協調的な同僚組合コルポラシオンについて、まずは農民同僚組合を設置、農本主義が主張され機能が推奨されたんだ。で農民同僚組合の任務は政府代表と協議しつつ農業上の諸問題を解決する、というもの。ちなみに組合の加入は義務で、国が代表を任命したよ。また同僚組合組織は工業会にも設置、各産業部門に組織委員会を設置して労働組合や経営者団体を解散したんだ。組織委員会は政府が任命した経営者代表で構成されてフランスの産業の利益に奉仕するって役割が与えられた。そして組合の自由を放棄させた労働憲章を制定。産業部門別に社会委員会を設置し経済と社会の統一を目指したんだ。
国家社会委員会食糧組合という階層的な秩序の社会を目指したものの、組織委員会と社会委員会の関係が曖昧なこともあってあまりうまくいかず、ただ介入的な国家主導の経済は戦後フランスにも影響をもたらすことになったんだ。しかしドイツの強い影響下に置かれたビシー政権では国民革命という国家の抜本的な改革は困難なものだった。そのためペタンは未だ原理の段階から実行の段階へと移っていないと述べたよ。次に対独協力について、休戦協定の経緯からしてビシー政権は対独協力を免れなかった。フランスは占領費として1日4億フランの支払いを求められたよ。これはフランス人兵士1000万人を優に養いうる莫大な金額なんだ。なお口述のダルランの対独貢献から1941年6月に日額3億フランに減額。がその後フランス全土がドイツに占領されて日額5億フランに大幅値上げされたけどね。また労働力の提供も行われたよ。ビシー政権側からすればドイツへの出稼ぎは必要対策という面があったため推進。そのため最初の2年間で15万弱もの労働者がドイツへ出稼ぎに行ったんだ。がドイツの要求は25万人だったためラバルはドイツに全面協力を約束し交代制に踏み切った。捕虜1名に対し労働者3名をドイツに送り込むというものだったんだけど集まった労働者はわずか5万3000人。ドイツの圧力に対しラバルは1942年9月に全国労働局を設置し成人男女に国益のための労働を義務付けたんだ。この結果たった4ヶ月間で18万6千人を調達したよ。がドイツはそれで満足せず翌年1月にさらに25万人の労働者を要求。そのためラバルは強制労働強要を開始するべく1943年2月に強制労働局を設置。警察力をも動員して3月までに要求された25万人を集めたよ。が結果として強要によって熟練労働者が減りフランスの生産性が低下。これに対しドイツの軍需省シペアはフランス人労働者はフランスで働かせる方針に変えたんだ。他に政治的協力としてはユダヤ人狩りが挙げられるよ。ビシー政権期には反ユダヤ主義の嵐が吹き荒れていたんだ。ただし初期の反ユダヤ政策はビシー独自、つまりドイツの圧力がかかる前から行われていたよ。もともとフランスは外国人嫌いな節があったけど敗戦によってそれが先鋭化。ただしフランスにとっての外国人とは人種的なものではなく文化的なものだった。というのも黒人に対しては第三共和制時代もビシー政権時代にも寛容であったんだ。事実ペタンの旧友である黒人弁護士のアンリ・レムリーは植民地大臣を務めペタンの腹心であり続けていた。つまりフランス人がフランス人として求めていたのは見た目ではなくフランス文化を受け入れることであったんだ。そういうこともありユダヤ人の退役軍人や長年フランスに定住しているユダヤ人家族に対しては法の厳格な適用を免除。ペタンはフランスに仕えてきたユダヤ人と外国籍のユダヤ人は異なる扱いをすると主張していたよ。また反ユダヤ政策といってもドイツとは趣が異なり、ユダヤ人が占領地域で着用が義務付けられていた黄色い星を自由地区に拡大する動きに対しペタンは拒否。ラバルもユダヤ人のフランス国籍を剥奪しドイツに移送できる法律を押し付けてきた時も断固拒否したんだ。しかしビシー政権はフランス国籍のユダヤ人の移送には反対しても外国籍のユダヤ人の移送には反対しない。さらに帰化手続きが簡略化された1927年以後にフランス国籍を取得した人たちを対象に再審査。結果6300人ものユダヤ人の帰化が取り消されたんだ。また1942年7月にドイツはフランス警察らを動員しパリでユダヤ人の一斉検挙を実行。2日間で 12,848 人が逮捕されたんだ。さらにドイツはビシー政権に1万人のユダヤ人引き渡しを要求。ビシー政権は8月26日から28日にかけてユダヤ人の一斉検挙を実行し約6600人が逮捕されたんだ。この動きに対しカトリック教会の上層部は抗議。枢機卿会議は7月のパリでの一斉検挙に対しペタンとラバルを糾弾したんだ。次は経済協力について。まず1940年11月にビシー政権とドイツとの間で総裁協定を締結。この協定は両国間の輸出入を同じにすることで通貨の移動を不要にしようというものなんだけど、実際はドイツが大幅に輸入超過していたためドイツはフランスに輸入代金の支払いをしなかったんだ。またドイツは為替レートを1マルク20フランに設定。これは戦前の2倍の数字であったんだ。そしてドイツはこの為替レートを悪用しフランス企業の買収を活発化。こんな感じでフランスはドイツに食い荒らされていったもののそれに協力したのがフランスの銀行業界だった。フランスの銀行業界はこんな状況の中で多くの利益を上げていたんだ。次に軍事的協力について。一応ビシー政権期では公式には軍事協力はしなかった。
けど1941年7月に占領地区のファシスト分子によって大ソ連の義勇軍が結成されたんだ。ただ参加者みんなが反共の情熱に燃えていたわけではなく、捕虜となった親類の解放のためだとか犯罪歴抹消のためとか旅行ができるなどを理由とした参加者もいたけどね。あと義勇軍の給料はドイツに出稼ぎへ行くよりも高級だった模様。またビシー政権はこの義勇軍に対しては冷ややかな目で見ていた。というのもこいつらはビシー政権を攻撃してきた連中だからだよ。そんな中1943年に南フランスでビシー公認の組織である民兵団を結成。民兵団は秋には1万の兵力を超えレジスタンスの弾圧や左翼政治家の暗殺などを実行していたんだ。その後フランスは連合国によって解放されて報復を恐れた民兵団はドイツに逃亡。最後までヒトラーに忠誠を誓いドイツと運命を共にしたんだ。次に文化的協力について、ジャーナリストや作家、芸術家たちが占領軍におもねる活動をしていたんだ。また知識人の世界でも告発が相次いだ。あまりの多さにドイツ検閲官のゲルハルト・ヘラーですら、我々のところにやってくるフランス人を告発するフランス人の数が多くてうんざりする始末だったよ。でここで話を変えて、対英関係はどうだったかというと、休戦数日後には開戦の瀬戸際にまで追い込まれるほどに悪化していたんだ。まあ北フランスで戦ってる時点でも優先順位をめぐり関係は悪化していたけどね。問題となったのがフランス艦隊の取り扱いについて、休戦協定では艦隊は母港に帰還するよう規定されていたんだ。でもその港の大部分はドイツの占領地区にあった。そしてイギリス首相チャーチルはフランス艦隊がドイツの手に落ちることを警戒していた。そのためイギリスはフランス地中海艦隊に対しイギリス艦隊に参加するか、フランス植民地の港に出港するか、自沈するかの最後通牒を発する。フランス側は拒否し、1940年7月4日早朝にアルジェリアのメルセルケビールで海戦が起きたんだ。この戦いでフランス軍水兵1277人が死亡、そして同日イギリスはイギリスの港にいたフランス艦船を接収。これに対し少し前まで同盟国だったフランスに対するイギリスのあまりの仕打ちにフランス中でイギリスへの怒りが大爆発。英仏間で戦争寸前にまでなっていたんだ。こんなこともあったためビシー政権はドイツと交渉がしたかった。ビシー政権は植民地防衛と引き換えにドイツから何らかの情報を得たかったんだ。そして1940年10月、モントワールにてペタンはヒトラーと会見し、仏独両国の協力の原則を誓ったよ。で、対独協力推進派で国民革命に対しそんな熱心ではなかったラバルはペタン派との折り合いが悪かったことからクーデターで失脚。ラバルの後任としてフランダンが副首相に就いたものの、ドイツ受けが良かったラバルが失脚したことで折り合いが悪くなる。そのためフランダンはドイツの関心を買おうと熱意を注いだんだ。が結局うまくいかず辞任。1941年2月にドイツ受けが良さそうなダルラン提督が副首相に就任したよ。ダルランは副首相外相の他に最終的には内相海軍相情報相国防相を兼任したんだ。ダルランの狙いは植民地と艦隊を保持したフランスがドイツ主導の新欧州秩序の中で相応の地位を獲得することにあった。こうしてダルランはそれまで以上にドイツに対する協力を推し進めていったんだ。で、ダルランの特徴は反イギリス的であったこと。ダルランの曽祖父はイギリスとフランスが戦ったトラファルガーの海戦で戦死してたし、海軍軍縮をめぐる不和、ジョージ6世の戴冠式でフランスが元帥の地位を使ってないことから、ダルランはシャムやエクアドルの後に座らされたという珍事があったり、そして戦術のメルセルケビール海戦によって積もりに積もった不満が爆発し、イギリスを許すことができなかったんだ。こうして1941年5月にダルランはヒトラーと会見し、中東とアフリカ植民地をドイツ軍が利用することを承認する協定を締結。が、ここでベガン将軍はこの協定が仏独同盟に発展しかねないとして反対。結局延期されたんだ。なおベガン将軍は北アフリカから召喚され、11月に罷免。翌年11月にペタンに対しドイツとの戦争を進言した結果、哀れ親衛隊に逮捕されドイツに監禁されることになったよ。そしてダルランはさらなる対独協力を要求。経済に疎いダルランの周囲のテクノクラートたちはフランス経済をドイツが支配するヨーロッパ経済に組み込むことを主張していたんだ。また仏独両国で航空機の共同生産計画が実施されたよ。ドイツは以前からフランスの航空機産業に興味を持っていたし、フランスから見ても必要対策にもなるし、ドイツにプラントを引き渡さずに済むというメリットがあった。結果フランス製の航空機がドイツに供給されることになったよ。またさらなる軍事的協力として、ダルランは講和条約の締結の代わりにフランスが枢軸国側に参戦するよう何度も求めたり、
1942年初頭にはチュニジア経由でトラック重石油をドイツに引き渡したりしたんだ。ラバルは対独協力推進派であっても軍事的協力は慎重であったし、ペタンもイギリスとの戦争は望んでおらずダルランだけが突出していた説はある。そのためダルランはドイツとの軍事的協力に積極的でペタンは不安に思った。1941年12月にゲーリング元帥とペタンが会談してペタンはドイツに政治的経済的な情報を求めたんだ。が対独協力に言及がないフランスの要求はことごとくドイツが拒否。このことからペタンはドイツ当局と対話できる人物の必要性を痛感したよ。で1942年2月19日にリオム裁判が始まる。この裁判ではフランスの敗戦責任を問うために行われたんだ。戦術の通り BC 派はイデオロギーの闇鍋と言ったけど第三共和制を断罪するという点では一致していた。そのためこの裁判の狙いは第三共和制を断罪することにあったよ。証拠書類は10万ページ、起訴状が180ページ、ペタンが政権の座についた時から準備が進められると、BC 派がどれほどこの裁判に気合を入れていたかが伺えるね。服務規定は閣僚やその直属の部下は民間人軍人問わずその行動や職務において犯罪や不法行為があった場合、そして職責上の義務を怠った場合には罰せられる、というもの。では職務上の義務とは何か。補足した規定によると世界大戦の勃発以前に開戦の責任行為、そして戦況をさらに悪化させた行為によるもの。要するに裁判の責任対象を開戦以前のみに限定。こういう規定をすることで戦争指導をした軍人たち、また戦争中に要職についていたペタンやベガン将軍を対象から外し、政治家たちやガムラン将軍らの軍人に責任を押し付けようとしたんだ。訴えられたのは第三共和制時代に指導的立場にあった政治家や軍人の一部だよ。この裁判の争点となったのは人民戦線政府と戦争準備の怠慢さ、とあまりにも争点が漠然としていた。人民戦線政府についての論点はこちら。戦争準備の怠慢さについての論点はこちら。これらの論点を見るともはや政治家だけの責任という次元を超えているね。BC 派の狙いは第三共和制を断罪することにあって被告人はそのための生贄に過ぎなかったんだ。があまりにも争点が大きすぎたこともあり裁判は泥沼化。そもそも人民戦線政府は国民からの支持で合法的に成立したものであって司法が追及するのは難しかった。そして裁判が進むにつれ被告に罪があったかもしれないけど、こうした犯罪を生み出した体制の方がより犯罪的なのではという声が増してきた。さらにここでドイツが圧力を行使。というのもドイツ側からすればドイツが強かったからフランスは負けたのであって、フランスが弱かったからフランスは負けただと都合が悪かったんだ。またビシー派側にも火の粉が降りかかってきてビシーもドイツも双方にとってこの裁判は都合が悪いものとなってしまった。こうして何一つ成果はなくリオム裁判はたった2ヶ月で終わりを迎えたんだ。敗戦によってフランスのナショナルアイデンティティは危機にありフランスは四分五裂の状態となっていた。リオム裁判はフランス国民の統一を図ったものであったけど逆に自らの弱点と分裂を露呈する結果になってしまったんだ。ナショナルアイデンティティを修復する意図で行われた裁判という強硬手段がかえって状況が悪くなってしまったと言えるね。ちなみにこのリオム裁判の失敗で責任を取らされて1942年4月にダルランをクビに、そしてドイツからの圧力でラバルを政権へ復帰せざるを得なかったんだ。で連合国は統治作戦を発動し1942年11月に北アフリカへ上陸。この時北アフリカにちょうどいたのが少し前にクビにされたダルラン。そんな時に連合軍の上陸がダルランの耳に入る。ダルランは激怒し交戦を命じたものの11月11日に停戦を受諾。この時ドイツ軍がフランス全土占領を開始したため休戦協定を守る意義がなくなっていたからなんだ。そしてダルランは北アフリカに中立的なペタン体制を樹立させようとした。ペタンは交戦を命じていたけどダルランはそれはドイツに脅されて仕方なくやったものだと主張。北アフリカ駐在の将校や高官を集めドイツとの戦争に復帰したんだ。ただ集まった面々を見るとペタン派だらけだったしダルラン暗殺後ですらユダヤ人身分法を含めてビシーの法律は効力を保っていた。こんな感じでダルラン含めたビシー派の将校や高官は国民革命を放棄することなく連合国に寝返ることができたよ。ダルランはペタンやラバル以上の対独協力主義者だったはずなんだけどね。でドイツ軍は連合国が北アフリカに上陸してきたと聞きフランス全土の占領を開始。またプーロン港にいたフランス艦隊はドイツに下るか連合軍に参加するかで迷い自陳を選択。そして休戦監視フランス軍の解体が命じられた。これによりビシー政権は自由地区植民地フランス艦隊休戦監視軍の全てを失ったんだ。
そのためビシー政権との国交を断絶する国が増えていく。また全土占領されたことによりドイツの圧力はさらに強いものとなっていった。そのためラバルは1942年11月にチュニジアのフランス空軍基地に関する協定をドイツと締結。そして連合国と開戦する同義を閣議に提出したんだ。ただラバルもペタンも戦争反対であったため形だけのものであったけどね。この頃になるとペタンのカリスマも陰りを見せ始めてきた。そして1942年11月17日にラバルは全権を掌握。憲法制定権を除くすべての権限をペタンはラバルに移譲せざるを得なかったんだ。ペタンは権威を取り戻すべくラバルと袂を分かつことにした。こうしてペタンとラバルの関係は悪化し争いが起きたよ。でラバルは別にファシストというわけでもなかったためドイツから無視されるようになる。そして対独協力主義者はというとラバルの待機主義的な態度に不満を覚えていったんだ。ドイツは1944年1月に対独協力主義者を入閣させるよう圧力をかけて3ポストを掌握。ちなみにこの頃ペタンとラバルは調停者としての立場を取ろうとしていた。ペタンはドイツにソ連との戦争に注力するために連合国と和解したいならフランスは仲介の役に立つと提案。またラバルもドイツはソ連アメリカイギリスと同時に戦うのは無理だと提起。枢軸国が旧来フランスの持っていた地位を新しいヨーロッパでも今後保障するならフランスは仲介できると語ったんだ。全土占領されて維新ボロボロのフランスがここから巻き返すには疲弊した大国の仲介者になるという方法は魅力的なものだった。成功すれば戦争なしにフランスの影響力を取り戻すことができるからね。ただしドイツも連合国もそんな気はなかったため所詮夢物語に過ぎなかったよ。そして1944年6月に連合国はノルマンディーに上陸。ペタンはフランス人の血は貴重だから流してはならないと全てのフランス人に中立を保つよう要請したんだ。実際ペタンは連合国の上陸に備え国内秩序を保つための計画を立てたりしてたのでこれは規定路線だよ。そのためビシー政権は連合国への宣戦布告は行わなかった。で1944年に入ると誰の目で見てもドイツの敗北は明らかなものとなっていたんだ。ただこの時点でもペタンは民衆の支持を集めておりナンシー・ルーアン、そしてパリでも歓呼の声で迎えられていたよ。レジスタンスの動きは活発であるし連合国の上陸によりフランス本土で内戦の危機が迫っていた。またビシー政権が消滅した場合、敗戦時と同様にフランス本土で権力の真空状態が再び発生し無秩序に陥る可能性もあった。そのためゼガヒでも平和的にペタンからドゴールに権力を移譲する必要があるとビシー側は認識してたんだ。そういうわけでペタン・ラバルはそれぞれ独自に終戦工作を開始。ラバルは国民議会を再招集し合憲的な政府を発足させようとしたもののドイツの妨害に遭い失敗。ペタンはビシー政権から離れていたオーファン提督にドゴールと接触させようとしたが失敗。結局ペタンからの権力移譲という形ではドゴールはそれを受け付けず終戦工作は失敗することになったんだ。一方ドイツはすでに名目的な形になったとはいえビシー政権を存続させようとしていた。そのためペタン・ラバルはドイツに連れて行かれジークマリンゲンに幽閉。こうしてビシー政権は崩壊に至ったんだ。ドイツに連れて行かれたラバルは首相を務めることを拒否しペタンは国家主席の職務遂行を拒否したよ。でペタンとラバルはドイツの敗戦により逮捕。ペタンとラバルは死刑判決が下されたもののペタンは減刑され終身刑になったよ。ラバルは減刑どころか再審ですらドゴールに拒否され処刑されたけどね。以上ビシー政権の歴史はここまで。ではビシー政権はフランスに一体何をもたらしたのか。ビシー政権の目的はドイツに協力することで自国の状況を改善するというものだった。結局のところはこれは成功したのだろうか？結果としてあんなにもドイツに尽くしたにもかかわらずドイツからの情報は得られなかったんだ。占領費の削減、南北境界線の緩和はもとより捕虜の解放すら許されず、カロリーの摂取量は東欧の国より少なく西欧では最低であった。フランスの食肉や油脂類の配給量は同じく占領下のベルギー・オランダよりも少ない。またインフレ率もどこよりも高かったんだ。じゃあ結局のところビシー政権はフランスに何も残さなかったのだろうか？そんなことはない。そもそも解放後でも第三共和制を葬りたいというのはフランス人の思いであったんだ。そのため1945年10月21日の国民投票で25対1という圧倒的多数をもって第三共和制を廃止国民議会に憲法を制定する権限を与えることが可決。戦後のフランス人の思いはペタンに全権付与した議決した時の賛成派に近かったんだ。また人事面においてはビシー政権の専門家や技術者は生き残ることができた。そしてそれは法律など様々な面においても言える。
ビシー政権時代に作られた法律の一部は残されたし、1941年の老齢年金はそのまま社会保障法に組み込まれたり、家族手当や大家族への補助金も継続された。また食料品の配給制や物価統制令、老齢労働者の補助はそのまま残され、名前を変えただけで残されたものも多かったんだ。今のフランスの地方自治制である地域県や地域県知事を設けて警察と経済に関する権限を地域県知事に移したのもビシー期。ビシーの経済政策立案者が考えたプランは戦後フランスが作ったモネプランに似ていたりしていたんだ。さらにカトリック教会も生き残ることができた。上層部の保守派はビシー政権を支持していたため信用を失い失脚。そこの穴を埋めたのがレジスタンスに協力していたカトリック左派勢力であったんだ。カトリック左派政党の人民共和運動は支持を集め、ビシー期に教会に与えられた利権を奪い取るのはできなかった。そんなこともあり、1951年にはカトリック学校への助成金付与が再び可決されたよ。こんな感じでビシー政権時代と戦後フランスは断絶しているのではなく、ある程度連続的であったと言えるね。じゃあ結局のところビシー政権はなぜ失敗したのか。それは試験にこだわりすぎていた点にある。そもそもビシー政権の指導者はフランスを再建するためにあの時屈辱的な講和を求めた。つまりフランスが譲歩したのであってドイツ側が譲歩する筋合いは全くない。またヒトラーにとって対独協力は戦利品に過ぎなかった。そのため必要以上にドイツに協力すればその分見返りが得られるだろうと、ビシー政権の考えは完全に読み違いだった。フランスはドイツ主導の新欧州秩序に加わりたかったのにもかかわらず、ドイツはそれを拒否したんだ。そこにビシー政権の失敗があったと言えるね。以上、今回はここまで。もし〇〇から見たバツバツが見たいというリクエストがあればどうぞ。ってことで、ご視聴ありがとうございました。